久しぶりに小室が激写されたっぽいです。これ、眞子さんもいますね。眞子さんのお腹が若干ぽっこりしたなという感じがしますけども、週刊新潮の記事自体はないんですけども、冒頭のグラビアの写真の方でありますね。小室圭さんと眞子さんが2月2日号の週刊新潮で写真に撮られてます。僕の気のせいかもしれませんが、眞子さんのお腹がポコッとなった感じがしますね。ただ単にこのサイズだと腹が膨れて出ているのか、妊娠したかどうかは判別しかねますが、時期が時期ですからどうなのかなって感じですね。ちょっと怪しい。フライデーの記事から紹介しましょうか。凱旋帰国は叶わない。司法試験に合格しても小室圭が依然として世間から受け入れられない理由。小室圭が米ニューヨーク州の司法試験に合格し、それを引っ提げての凱旋帰国の可能性も取り出されました。圭さん自身、これまでの国民からのネガティブな評価が改善するんではないかとの期待を抱いていたようですと。しかし国民はともかくとして、依然としてエイミア家、そして宮内庁の人たちからの評価は23年になっても変わっていないということですと。我々からするエイミアの評価、宮内庁の評価、小室の評価も変わりません。変わらないというか落ち続けてますね。22年10月、小室圭さんはニューヨーク州の司法試験に合格しました。しかし結果として年末年始の凱旋帰国は実現しなかった。その理由の一つが、自身に対しての世間、そして関係者からの評価が好転しなかったこと。帰国すれば再びバッシングに遭うと判断したのだろうと。私自身、小室圭君に日本への未練って全くないと思いますから、帰ってこないと思いますよ。眞子さんにもうないと思いますから。帰国すれば再びバッシングに遭うと。世間からの肯定的とは言い難い評価。母の小室佳代さんをめぐる状況も一因となっているというわけです。昨年9月、週刊文春が佳代さんがかつての恋人に1600万円の返金を要求してトラブルになっていると報じたと。この第二の金銭トラブルに再び世間からの批判が集まりました。そもそも佳代と元婚約者 A さんとの金銭トラブルについても一応の解決を見たとはいえ、誰かと紛争になって相手が被害感情を持っているという時点で甘々しいものとは言えないと。皇室と関係を持つ立場としてはあってはならないことです。金銭トラブルについては K さん自身のことではないという用語論もありました。それは確かにそうなんですが、 K さんに対する批判も根強く残っていますと。いや、関係ありますよね。だって録音してたんですから。録音してそのテープを出して、なおかつそのテープを眞子さんと聞いて安心してましたからね、この人は。だからゴリゴリに関係してますよ。この一件はかなりインパクトが大きかったとのこと。当時K さんは司法試験合格を目指す立場ではあったと。 K さん本人としては録音証拠能力として意識した上での振る舞いだったと推察されていますが、しかも録音機2つ持ってたんでしょ。1個を出して油断させてもう1個の方で撮ってた。プロの犯行です、これ。エイミア様の中ではそれに対する不信感が変わらずあるようです。さらに宮内庁からもちょっと普通では考えられないとの見方がしきりでしたと。常識外れですから。加えて小室さん母子の関係についても懸念のようなものが渦巻いていると。今年1月に女性自身が神奈川県内の佳代さんの自宅から本人の依頼でスーツケースが運び出されている。佳代さんのニューヨーク上陸の可能性を報じている。小室さんと佳代さんの関係がかなり近くて深いというのはよく言われていることです。デートコースを全部決めてもらっているわ。佳代さんは小室さんの交友関係を全部知ってます。交際関係も全部知っている。あの人いいじゃないとか言うわけ。送り迎えはハグ、一緒に寝てるという話もある。服も選んでもらっていると。大学生にもなってかなり強烈なマーザーコンプレックスなんじゃないのかなと思いますけどね。これはお父さんが亡くなられたのももしかしたら関係してるかもしれませんね。小室佳代さんと一緒にいることで強烈な体験を結構されたと思うんです。だからある意味印象に残ってるのかもしれませんね。そういったことが要因で、一般的に言えばかなり気持ちが悪いマザコンの状態になってるんじゃないのかなと思いますけど、小室さんと佳代さんの関係がかなり近くて深いと。その悪い部分が眞子さんに波及しないかという見方が差し当たって浮上している。これはあると思いますね。なぜかというと家庭を壊しかねないからです。ここまで仲がいいと小室圭か眞子さんよりも佳代を優先する可能性は全然あるわけですよ。そうなった場合、眞子さんが面白くないと思ったり家庭が壊されると思う可能性はなきしもあらずでしょう。それが爆弾にもなりかねないですし、佳代さんはあの性格ですから火種には全然なりかねないでしょう。眞子さんは将来の天皇陛下の姉君であることはもちろん、性格がとにかくピュア、懸念が高まっていると。とにもかくにも合格によって好転すると見られた風向きは過去のネガティブな評価を蒸し返しただけだったということなのかもしれないと。
ある時は妊活報道が飛び交ってドラッグストアに買い物に行くと、マコさんにはニューヨークで2人医師がついているという話もある。紀子様御用達の病院の医者がマコさんに会いに行っているとも言われているわけです。かなり税金でやられているんだなと。出産も妊娠も税金に頼るんですね。うんざりするばかりですが、こういうふうに書かれてあるわけです。これ週刊誌、おなじみのロン毛をオールバックにして束ねて左手をポケットに突っ込んで歩いている小室くん、メンズノンノの撮影かと見間違えるほど堂々たるウォーキングだと。右手は久々にお出ましの妻マコの左手としっかりつながれていると。今回は恋人つなぎをしてますね。マコさんはこれ握り返してないような気がしますけど、ただよく見ると妻の手が前、夫を引っ張って歩くスタイルであると。思い返せば K がニューヨークで弁護士を目指したのも、マコ曰く海外に拠点を作ってほしいと私がお願いしたと。カカ年賀であると。何気ないデートシーンからも見て取れた。心なしか K の表情が決まって見える。昨年10月ついに司法試験に合格した自信の表れか。夫妻のツーショットは合格以来初ですがと。カメラに気づいてドヤ顔を向けたのかどうかは定かではないと。ピカピカのニューヨーク州弁護士とその奥方が目撃されたのは1月21日。ピカピカのニューヨーク州弁護士って書いてありますけど、まだニューヨーク弁護士ではないですし、例年の傾向で言うとローエンスタインサンドラーのお二人に限った話なんですけども、過去の人は去年1月の分で合格された人はだいたい4月6日とか20日に登録されて、ローエンスタインサンドラーに反映されたのは5月ぐらいなんですね。その件ぐらいになるんじゃないのかなと思います。小室圭君自体もこれはあくまで例年の予想ですし、あの登録って個人によって全然違いますから、少なくともかなり早く結果を知りたいなと思うんですけどね。老苦楽であることを祈っております。明らかに彼の経歴は異様ですしおかしいですからね。土曜日の昼下がりと、愛の巣であるマンションを出た後、数ブロック先にある地下鉄の駅へ恋人つなぎのまま消えていったというわけですね。この写真で気になるのはマコさんのお腹、これだけでは判別ができないんですが、多少前よりちょっと膨れたかなという感じですね。これだけではちょっとわからないですね。服の都合かもしれませんし、ただお腹が若干膨れてる感じはしますね。週刊誌の2月2日号が手に取れる方は見てみてどう思うか教えてください。ちょっとコメント読んで終わりましょう。国民からの評価も変わってないと思いますけどと。今まで散々な疑惑に対して言い訳するだけで正面から向き合って人々に説明責任を果たしてこなかったから、自ら自分たちを追い込む結果になっただけで国民に問題ないと思うと。これでどうして国民の評価が改善するのかちょっとよくわかんないですね。だと、今からでも遅くないから辻褄の合わない財政問題と合わせて真摯に説明するべきだと。さもないと今後も人目も気にせずゆったり聞くことできると期待する要素はあまり増えないと思いますけどねと。あと一つ、その一つの要因に自力でなかったということ。物価の高いニューヨークで家賃レベルの報酬、それで4年間も受験勉強できた不自然さ、志望者の多くは経済事情で土俵にすら立てません。 K 君の場合あまりにも恵まれた環境だったと言います。多くの法律事務所の援助とありますがのみならず宮内庁総領事館のサポートが存在すると。もちろん自力であれば称賛されたと思うんですが、現実そうではありませんよねと。であればまずお世話になった方への気持ちを示すのは先ですよねと。豪華新婚旅行など後回しでいいと思いますというわけですね。というわけで久しぶりに眞子さんの画像を見ましたね。さあどうなんでしょう。これまだかな。でもどうだろうね。ちょっと難しいですねこの画像。手に取れる方は皆さん見てみてください。はい、以上です。服の具合な気もしますけどね。若干膨れてますね。はい、じゃあ以上です。じゃあね。